松本人志は甲本博人の命を救った。甲本博人はブルーハーツ解散後、さまざまな悩みから人生を終わらせようと考えていた。真剣にそんなことを考えるほど深刻に悩んでいたそうだ。そんな時にテレビでダウンタウンのガキの使いやアラエンデを見ていて、松本人志のトークで思わず笑った甲本博人は、俺まだ笑えるじゃんと気づいたことで生きることを決意した。その後もヒット曲を送り出し続け、その時のことを曲にしたのが日曜日よりの使者だと言われている。そう言われている理由は、ガキの使いは日曜の深夜に放送されていた上に、使者に使いという漢字も入っているため。自身が作った過去の曲を歌わないで有名な甲本博人だが、松本の結婚パーティーでは日曜日よりの使者を歌ったという噂がある。